こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭です。今日はですね、三菱アウトランダーご紹介したいと思います。この車はですね、2021年12月16日に発売されたんですけれども、三菱アウトランダーの PHEV としては2世代目になるんですね。で、何が変わったかと言いますと、まあいろんなところがですね、ぐーっとバージョンアップして車としての完成度はすごく高まっているんですが、まずパッと見るとね、このデザイン、皆さんね、かなりアグレッシブだなと思われるんじゃないかなと思います。一体ね、どこがライトなのかなっていう、ね、一瞬迷うような顔ですけれども、三菱これダイナミックシールドというですね、デザインコンセプトでやっておりまして、すごくね、力強い、たくましさを感じるようなデザインに仕上げられているかなと思います。特にね、このアウトランダー PHEV はオンロードだけではなくて、未舗装路、いわゆるグラベル、ラフロードも行けちゃうので、なるべくね、下の方を照らした方がバーッと路面がよく見えますんでね、そういったことも考えてこういったレイアウトになってるんじゃないかなと想像しております。ボディサイズ的にはですね、まあ、かなりしっかりしたサイズですよね。っていうのもですね、この中に3列目シートがうまくビルトインされているんです。で、先代はガソリンモデルは7人乗りがあったんですけれども、 PHEV は5人乗りしかなかったんですね。で、今回はうまくレイアウトすることで、はい、PHEV モデルでも3列目シートを持った7人乗りになりました。でね、ちょっと後ろに来ていただきたいんですが、どれぐらいね、シートのスペースあるかっていうのをお見せしましょう。はい、キッキングモーションでリアゲート開きますね。こういう利便性はしっかり保たれています。で、こうやって見ていただくと、ずいぶんね、大きなヘッドレストありますが、意外とこれね、操作が簡単にシートアレンジできるのもポイントなんです。でね、番号がついてるんですよ、分かりやすく。で、2番目はですね、ここを引っ張ります。こういう形、3番、これですね、4番を持ってこうだ、はい、こんな感じです。くるっとね、ひっくり返ってすごいフラットなスペースになりましたよね。でも、これだけ綺麗に畳めるっていうことは、後でね、座り込んでどれぐらいちゃんとね、快適性が保たれてるかっていうのはチェックしたいポイントでもあると思うんですけれども、まずね、このサイズの SUV で7人毎日乗る人って少ないと思うんですよ。やはりこう、なんかの時に3列目まで使いたいっていうニーズが多いと思うので、逆に普段もこれだけね、フラットに畳めてしまうっていうのが魅力の一つじゃないかなというふうに思います。さらに、もっと荷物が積みたいよっていうシーンもあると思います。ここにね、大きなレバーがありますが、これを倒すと2列目シートがね、はい、簡単に畳むことができるんですよ。で、今これ2列目がちょっと前の方行ってますから、あそこに隙間がありますが、下げればですね、あの隙間埋まりますのでね、荷物たくさん積みたい、人をしっかり乗せたい、いろいろフレキシブルにアレンジできるのもポイントとなっています。 SUV としていろんな用途で使える車だと思うんですけれども、そういったね、あらゆるシーンに対応するような、フレキシブル性はしっかり保っていると言って良さそうですね。でですね、もう一つ紹介したいのがここです。 AC、1500W まで使える、はい、こういったコンセントがあります。これは家庭用の電気製品そのまま使えちゃうんですよね。例えばアウトドアで遊んだ後とか、あとはキャンプでとかね、簡単なバーベキューでもいいんですけれども、あらゆるシーンで結構便利に活躍してくれそうなんです。でね、実はそういった楽しい時もそうなんですけれども、万が一の災害、日本やっぱありますよね、こういった時に実はガソリン満タンで、っていう状態だと、なんと12日間家庭用の電力を賄うことができるんですって。もちろん節約してといいますか、最低限の家庭用の電力に限られると思うんですけれども、それでも12日間電気つくっていうのは相当心強いんじゃないかなというふうに思います。で、そうではなくて、普通に走る時ですね、これ電池の容量も大きくなってますので、今までは電池充電、外から満タンにすると57キロ走れましたが、今度ね、87キロも走れるようになったんですよね。で、その充電方法も普通充電だけではなくて、なんと急速充電器に対応してるっていうのがすごいところなんですよ。本当にいろんな使い方できると思うんですよね。なんか夢が広がる、なんかこうスペック聞いただけでこうワクワク感がね、高まってくる車っていうのもなかなか珍しいんじゃないかなと思います。
ではちょっとね、先ほど気になった3列目シートに乗ってみたいと思います。まずこんな感じでね入るんですけど、まあ、ちょっとね乗り降りするときは若干狭めです。これぐらいかな。これだとね2列目の人かなり足余裕ありますかね。もう少しこれぐらいでも座れるかな。はい、この位置だと私は足元結構ちゃんと余裕があるんですよ。膝も当たらないですし、頭上もまだ空間ありますよね。でね、クッション性は意外とあります。真っ平らじゃなくてね、ちょっとへこんでるんですよ。ここにカップホルダーがあることからも分かるように、一応3列目に快適に人が乗れることを考えて作ったシートなんだなっていう感じはします。でも私身長160センチ弱ぐらいなんですね。なのでここ入れてますが、ちょっと大柄の男の方だと厳しいんじゃないかな、正直っていうところでしょうね。なのでお子様だったらこれ意外と楽しいスペースかもしれません。はい、運転席に座ってみました。いやー、すごく質感高くなりましたね。こんな言い方したらちょっと失礼ですけれども、先代は後からやっぱり機能が足されていったんですよ。こんなこともできる、あんなこともできるって言って足していった分、ちょっとねスイッチ系がごちゃごちゃだったんです。こっちでもこっちでもこっちでも同じことできるぞみたいになっちゃってたんですけれども、今回はすっきりまとめられましたね。やりたいこと、どこを操作すればどう分かりやすいかっていうのが綺麗にまとめられたレイアウトになってています。それでいてね、やはり SUV ってこの水平基調大事だと思うんですよ。っていうのは、この車は、街中はもちろんなんですけれども、オフロードも結構行けてしまう、そういった車なので、こうデコボコしたとこ走るんですよね。でそういう時にパッと見て車が傾いてるかどうか分かるっていうのがこの水平基調レイアウトの始まりなんですが、そういったところはきちんと盛り込みながらですね、こういったところソフトパッドでステッチも入れたりとか、非常にですね高級感が感じられる作りになっています。では走ってみたいと思います。なんかこう雪か砂をこうね蹴散らすようなかっこいいアニメーション流れましたけれども、もう走り出しから力強さを感じさせてくれますね。